国際連合カナダ政府上中代表部は国際連合本部におけるカナダ政府代表部である。カナダは国連の原価名国であり、国連憲章の起礎に際してはエスコット・リードらカナダの外交官が重要な役割を果たした。国連カナダ代表部には国連における外交、交渉、情報収集を通じてカナダの利益を向上させ国際開発、 安全保障、人権を促進し、他国間の問題に関して、本国政府に情報を提供する役割がある。カナダはこれまで経済規模の割に多い分担金を国連に供出してきた。また、財政面以外でも、実際的なアイデアや交渉によって、日々の問題を解決し、平和維持活動や国際刑事裁判所、対人地雷禁止条約などの重要な分野でも、 国連に貢献してきた。代表部の責任者は大使の身分を持つ常駐代表である。その下にも大使の身分を持つ一名の自席常駐代表がいる。組織には政務部、国連対応、財務部、法務、経済、社会部、軍事部、広報部、総務部の6部所がある。なお、カナダはニューヨークの国連本部以外にもジュネーブ、パリ、ウィーン、ナイロビ、 ローマ、モントリオールなどの国連の関連機関にも施設を派遣している。代表部はフランスやイギリス、オーストリアなどの国連代表部と同様にワンダグハマーショルドプラザに入居している。ありがとうございます。